ちゃこんにちは、はい、さあ豊さん、西武がまた泥沼8連敗ということで、はい、まあ、昨日2対1、いて追い上げたものの、まあ、最後源田選手が、まあ、追い上げたけどさ、昨日の雰囲気はもう負けの雰囲気だよね、はい、もうあの追い上げてそこから逆転という雰囲気ではもうなかったんです。なんか一発出てよっしゃいけるみたいな雰囲気じゃなくて、はい、うん、あ一発出ちゃったのみたいな、あ佐藤選手なんかそんな感じがしたし、うん、なんかその1点をきっかけに追い上げようみたいなっていうよりも、うん、なんか点差以上になんかモチベーションの低さというか、はい、まあ、そういうのは感じたけどね、まあ、昨日は今井投手が先発でした、はい、で、まあ、結果2対1佐藤選手のホームランで1点は返すものの、まあ、2対1で敗れるという形で、まあ、最後が、まあね、源田選手が打席に立ってあのなちょっと、ね、目を赤くして最後、まあ、はっきり言えばよ、泣き崩れ泣いてたって言え、そうですね、目を赤くしたって泣いとったろ。でそこに、まあ、先発の今井投手も目を赤くしてこうかばうような形で、まあ、あのすごく美しい、まあ、姿だったけども、はい、まあ、プロだから負けたら何もならないし、ね、相手も何も始まんないよね。そうなんですよね、まあ、だけど、うん、俺はまだそのぐらいの気持ちが残ってんだっていう、うん、ちょっと安心した、あの姿を見て見て、うんうんうん、だからもうなんかしらけて淡々として、はい、なんか今シーズンやり過ごすのかなっていうふうに、うん、まあ、思ってたけど、だけどああやって泣き崩れるとか、うん、でそれを見た今井がこうな、はい、泣いてっていうね、うん、まあ、今井のレベルだったら俺が完封してたら勝ってたとかね、まあ、そのぐらいのレベルで考えものを考えてたと思うし、うん、でまあ源田は源田で、まあ、例えばチームリーダーで、はい、だからまあ自分の成績も不甲斐ないと思うんだよ、うん、ね、で WBC にも出て、はい、いろいろな日の目を浴びてる割にはちょっと成績がね、まあ、ちょっと伴ってこないというもどかしさもありながら、まあチームも勝てないというね、だからまあそういう姿にはなったんだけども、まあだけどああいう姿になれる、まだなれるんだという俺は救いに感じたけどね、まだいけるっていうプラスにとってってことですね。そうそう、まあ、A クラスはもうねはっきり言って無理だよ。いやだけどやっぱファンを楽しませる野球だとかそういうことはまだあ大丈夫できるっていう感じはしたけどね、うん、まあ、ただ、まあ、5月に続く2ヶ月連続のこの8連敗で今季ワーストタイの8連敗、はい、まあ、5月6月もというところで、で、まあね、交流戦の前に、松井和夫監督から渡辺監督代行に変わった、はい、何か明るい兆しはあるんじゃないかなとファンも思っていた中でっていうこの、まあ、選手もその期待に応えられない悔しさっていうのはあるんでしょうけれども、渡辺監督に代わってからのこの交流戦での戦い方っていうのは豊さんどういうふうに、なんかいや何にも変わらないよね、うん、何も変わらないっていうか、うん、変えようがないのか、うん、それともファームに選手がいないのか、はい、うん、やっぱちょっと変わらないよね、変えないといけないけど変わってないというか、はい、まあ、そういう感じがするし、まあ、でも使い出した選手もいるし、はい、使われなくなった選手もいるし、はい、まあ、そこら辺はこう、まあ、監督が見極めをしようとはしてるんだろうけどもさ、うん、やっぱなかなかやっぱこう育ってないよね選手が ね、 そうですね、例えばサードでいうと滝沢選手なんかは、まあね、これから成長期待できそうだし、あの守備とかも見せてくれるところもあったりとか、本山選手とか、いやだからサード滝沢でいいのかっていう話は将来的にも、でそこで使うかっていうことで、はい、ああなるほど、俺はね、はい、じゃああの選手は二遊間の選手じゃないのかっていう話なんだよ、うん、だからもうここまで来たら解体すらいいじゃないかと思うんだよ、もう一回、はい、いやもうゼロにしちゃえよみたいな、うん、新庄監督がやったように、はい、と思うよ俺は、うん、そのぐらいの奇抜なことやらないと、なんていうの、チームに緊張感が生まれないというか、はい、と俺は思う。今本当に中途半端な状況になってしまっているっていう感じだ。そうそうそう、いやだから中途半端は中途半端まま継ぎ足していくと、うん、ずっと中途半端だから一回もゼロにしちゃった方が俺は西武の場合は早いと思うよ。これはあの、ま、補強とかももうなくてしないでもう若手を育てる、一回ゼロにするってことの方がいいんですか。いや俺はゼロにした方がいい、もう一軍のレギュラーなんかいないというようなゼロだよ、本当にゼロにした方がいい、うん
だからもう打てるショートがいたら源田守備要員ねみたいな、はい、そのぐらいの考えのもとにゼロにした方がいいと思う。うん、だって誰がレギュラーがいるよ今。そうですよね。言ってみ。でもおかわり君もベンチに入ることもよくあるので、うん、おかわり君でも栗山選手も出たり出なかったり、でもあの2人にまあもう頼ってるよりはダメ。そうそうそう、ダメじゃない。そうです、ね、あの2人は頼りになるよ、うん、相当な技術を持ってるよ、うんね、これは切り札として置いておくんだったらいいけど、レギュラーだったら誰よって言ったら源田選手しかいないでしょ。そうですね。そうだろ、で源田だってあの打率じゃやっぱ使えないって、はい、うんうん、そうでしょ。でピッチャー高橋コーナー0勝6敗、そうですね、うん、だもうメジャー生かしちゃいいじゃん。もう、うんうん、もう、うん、もうゼロにしろ、ゼロに、うん、っていうぐらいの俺は奇抜なことができる監督は新庄しかいないと思う。新庄監督しか。あ、だから今年で3年目で契約が切れるんだったら頭下げて連れてきた方がいいよ。それが一番の早水だ。あ、今斬新なアイデアが出てびっくりしてました。なんであのそっか。いや、それを批判を浴びながらでも何でもそうだけども、はい、できるのは新庄監督しかいないよ今。まあ実績というか日本ハムでそれをした方ですからね、うん、その代わり例えばあの補強というか、まあ F、トレードだったりとか取ってくるっていうこともゼロからのベースでやって競わせるっていう土壌を作っていった方じゃないですか。それは来季以降に例えばですよ、新庄監督来たらそれを全部任せるっていうこと。いや、もう全部全権任せればいいよ。それは立て直してくれると思う俺は。それが一番早いと思う。なんか再生の監督みたいになってきましたね。いや、再生というよりもやっぱ再生じゃないんだよな、やっぱ能力を全部引き出すというか、選手のうん、だからその能力っていうのは新庄監督が高いね。で12球団やってる監督の中で新庄監督しかできないね、うん、あとはやっぱ勝負するやろ、呼んできたら、はい、ね、ある程度継ぎはぎで、はい、もうそれじゃあ将来につながらないということだよ、うんうん、だから3年間からもしくは5年間上げるからとにかく再生してくれって言ったら多分新庄監督だったら再生すると思う。ただね、今シーズン日本ハムが成績いいのでまたね契約延長みたいな、まあ、それはもちろんあるかもわからないし、だからまあそれはね、他のところの監督をこう引き合いに出して、うん、ちょっと申し訳ないけども、うん、やっぱ新庄監督がやった通りに、まあ、ゼロからのスタート、うん、まあ、そのぐらいの腹を決めてやった方が俺はいいと思うよ。まあ、いい選手をあの本当にスカウトの方たち目をつけてドラフトで指名したり、だからあれだけいい選手がピッチャーはね、ピッチャーもでバッターも いたんですけど、まあ、出ていってしまったっていうみんな方、いや出る要因として何が、うん、なぜ出ていくのかっていうことだよ。ずっとですもんね、うん、だからその流出していくのはなぜなんだっていうことをやっぱり球団として深くこう捉えとかないと、うん、これからも続くよね。いや、そうですよね、うん、そしたらやっぱり損失になってくるし、うん、戦えないってそれが理由に戦えないんじゃさ、うん、もう話にならないじゃん、うん、じゃあ出すためにお金をもらうために育ててんのかっていう、いや、そうなっちゃう、ね、そうなっちゃうでしょ。そうじゃない、やっぱり西武にもファンがいるわけだからちゃんと、はい、でもこのファンのをしっかり楽しませてあげるとか、うん、応援してもらうためにやっぱ強いチームを気づいていかなきゃいけない、うん、だからかつてやっぱ管理野球だとか八木さんチームだとか、はい、まあ、いろんなことを言われながら広岡さんがやった、はい、あれはまあもう徹底した管理だよ、うん、ね、やっぱね俺はねあそこの地域っていうのは管理が必要だと思うよ、西部、うん、体質的にあの分かります。はい、何がお前が分かったってお前似てる人だ。私が分かるということは多分ファンの方も、うん、まあいいんで伸び伸びというか明るくというか、はい、俺は管理が必要だと思うよ、うんうん、管理なくして通チームは、うんうん、やっぱ地域性の問題もあるかも分からないけども、はい、多分俺はそうなってると思う、うん、まあ、ただね昨日もあの栗山選手がもう明日勝つだけというかもう
明日っていうふうに向いてたので、いわゆる今日のことなんですけれども、まあ、栗山監督にするか、栗山さん、すいません、栗山さんが誰っつったの、栗山監督にするか、あ、栗山さんを監督に、うん、にした方がいいんじゃないかと思うよ、もう、うわ、あの選手、ああ、もう、あの栗山は本当に厳しいからね、まあ、本当そうですよね、もうあの、自分が打ったって、笑いもしないからね、負けてたら、うんうん、もう本当に厳しいから、野球に対しての。はい、接し方っていうのは、うん、やっぱそのぐらいの厳しさが俺は今は必要かなと思うよね、うん、あのコンプラとかパワハラとかもうそんなこと抜きで、うん、ね、球団も栗山を守るような体制を整えておいて、うん、やっぱ厳しく管理をしながら野球を教えていった方が俺は早道だと思うよ、うん、だから今の時代に乗って、ね、パワハラだとかどうのこうのって、ね、コンプラだとか言ってたら、うん、もうね本当チームはできないよ、まあ、あのある程度、まあ、暴力とかではなくてある程度言葉でも厳しく、いやだからある程度のラインに乗せるまでは、うんうん、やっぱそういうことも必要かなっていうふうにはちょっと思う節はあるんだよ、うん、あ、はい、だからそれまでが緩かったとは言わないけども、うん、でもいろんなね問題もぽつらぽつら出てくるじゃない、はい、だからまあそこら辺の襟を正さないと、うん、やっぱ社会人としてもおかしくなってるっていう、はい、ことは少し考えた方がいいよっていうことだよね。そうですね、うん、あのちょっと昨日の、ね、泣いたシーンに戻ってしまうんですけども、豊さんも実はあの現役の時にあの泣いたっていう、なんか SNS で豊さんを思い出しましたけど、まあ、泣いたよね。泣いたんですか。まあ、泣いたな。それ、まあ、泣いたっていうのはあれジャイアンツ戦にねずっと負けてたんだよね、はい、で横浜銀行とか言われて銀行なんかお前そんなお前ね、経営すること金はないよこっちは、こちら貯金もないしもう負債を抱えるだけの話だからこっちがこっちがね、だから巨人さんに情けなくてさ、巨人さんにとっての ATM だったんですよね。そうそうそう、ATM どころじゃないよね、もうメガバンクだったんでしょうか。メガバンクだよ、いやだから、なんていうの、まあ悔しくて、他のチームにはそうでもなかったんだけど、ジャイアンツだけに負けるというか。それ試合覚えてますか、どういう試合だったか。まあ、最後多分三振で、俺の三振で終わったらど真ん中でピッチャー広田っていう多分背の低い、はい、キレのいいピッチャーが投げてて、うん、でポンセが打てなくて前日泣いてたんだよロッカーで。ポンセがまず泣いてたんですね。泣いてたんだロッカーで、お前泣くなお前って、はい、まあ、泣くぐらいだったら打てとか言ってたんだよ、はい、でやっぱ打てなくて負けてて、うん、それをかばってカバーしてやらないかなと思ったらてめえまで三振して終わってんだよ。もう情けなくて情けないし悔しいのとポンセに言った言葉もあるし なんちゃ支えられてねみたいな、お前情けなくなって、まあ、ちょっとこれ昨日ポンセがロッカーで泣いてたから俺ちょっとロッカーで泣けんなと思って、でベンチの片隅で泣いてた。ベンチの片隅で泣いてやっぱ自然と出てきちゃうというか、やっぱ悔しくてな、でやっぱこうチームのことを考えるとさ、まあ、チームメイトポンセも大好きやったし、うん、あの仲良かったから、うん、まあ、その涙を見るとね、うん、ちょっとそれを思い出したよな、真ん中のど真ん中の三振、まあ、今でも鮮明に覚えてる、その球道というか球筋をあれみたいな激ネタだろうな目に力がいっぱい入ってて入りすぎたんでしょうね、はい、目ん玉飛び出すぐらいの勢いだったと思うそうか、ただそこからチームっていうのはどうだったんですか、変わっていったりとかっていうのはちょっとは。いやもう横浜メガバンクのまんまだったのか。そうか、それはお前2人でやったって言うとどうしようもないの、力の差っていうのが。そうですよね、うん、一丸とならないと戦力を作っていかないとっていうことですよね。まあ、そうだね。まあね、今現在、まあ、泥沼8連敗というところで、まあね、これからどういうふうに、まあ、でもね、俺が思うには、うん、まあ、その涙、まあ、別に構わないよ、うん、でもね、ファンの前で流す涙っていうほど格好悪いものはない、うん、負けて、うん、同情もされたらプロは終わり、うん、でそれを肝に銘じてもう勝つしかないんだよ。そうですよ、うん、だからでもそういう涙が悔しいって思う涙が残ってたっていうことに俺はちょっと逆に安心したけどね。逆にあの涙を若手の選手だったり他の中堅どころの選手が見てどういうふうに今日から
戦っていくかっていうのも、もうだからね、頭もうパコーン殴ってお前明日明日みたいな来いみたいな、うん、まあ、そのぐらいのリーダー欲しいな、あの引っ張っていくぐらいのね、もう何泣いてんだおめえって、うん、お前がリーダーで泣いてる場合かバカーパコーン言って、まあ、来いみたいな明日や明日みたいなそうですね、いや、そのぐらいの、そのぐらいのなんかこう強いリーダーがファッション的なことなんか欲しいなって、まあ今井なんかな、そういうスピリットっていうか、スピリッツか、あのスピリッツ、スピリッツを持ってると思うけどね、はい、そうですよね、あれ最初もう源田のとこ行きそうになって自分が涙が戻ってっちゃってたからね、まあ大丈夫だと思って、今井投手はあの多分すごいあの感情がね、パッションが強い方で泣くシーンって何度かあるんですよね。いやでもね、あのピッチングして勝てないじゃんさ、お前どこ行ったって勝てねえよお前そうですよね、もう頼むよと思う気持ちと、うん、やっぱ完封したらっていうね気持ちもあるんだよね多分ね、そうですよね、いやちょっとまあまあでも大丈夫だよ、うん、大丈夫ですか、うん、もうね徹底してね、もう嫌われてもいいから管理してしながら野球を徹底的に教えて、はい、ね、やる方がいいかな今の西武はね、うん、ちょっとねあのその体質的にちょっとあの、うん、こうほんわかというか、うん、こうゆるいとまではいかないんですけど、そういったなんかこう言ってると思いますかねなんかねこう、ま、こういう風な感じなんですけど、それをちょっとまたここで引き締めて、やっぱり もう来期に向けて、来期に向けて、まあ、だからもうコンプラとかね、パワラとかね、いろんなことあるけども、やっぱ本当にね、今は西武は熱が必要だよ、うんうん、そういう強くしようとする熱だとか、はい、あの育てようとする熱だとか、はい、そういうものがやっぱこう必要だな、うん、だからその熱が変換してなんかこう相手がパワハラだとか感じてるようだともう無理だな、うん、強いチームにはならない、そうです、ね、だからそれを受けてでもやりましょうみたいな、うん、必死さとやっぱりリーダーも欲しいしね、はい、うん、まあ源田なんかリーダーになり得る人間だとは思うけど、うん、熱さもあるし根性もあるし、うんうん、だけどそれを出し切れてないんじゃないかなっていうさ、あ、まあ今このご時世だし、うん、ね、強く若手に言ったら若手にそこ向かれるとか、だから指揮官と源田と、うん、ね、タッグを組んで、うん、ね、厳しいこと言うから、ね、言うかもわからないからお前が選手を納得してくれと、うん、ね、俺は負けるつもりはないとか、うん、まあ、そういう感じの指揮官が欲しいな、そうですよね、うん、まあね、ちょっとまずは連敗を一つ止めて、そこから なんとかね、来季に連敗したっていいよ、もう、もういやいや、もういいよ、来シーズンに向けてのとにかく伸び伸びやんなさいよ、うん、だから勝つとか負けるとかいうよりももうこうなったらもう自分の成績を一輪でも上げる、もう一毛でも上げにいけって、うん、ここに、うん、もう防御率だってもうちょっとでもいいから下げろって、うんうん、ね、もうそれだけでいいよ、うん、ね、だからもうボールだってエラーする、どうせ負けてんだから、ね、エラーなんかや少々いいよ、その代わり思い切ってねしろって、うん、もう来季につながるようなプレーをどんどんしていってほしいってことですよね、まあ、そうだよ、つまりはだからもうね、ちまちまね、そこら辺のね、もう目先の一勝考えたってしょうがないよ、うん、一勝するのに 3敗かかるからそうです、ね、計算ではそっか、一歩進んで三歩下がるみたいな感じになっちゃう、下がりまくりだから、そうですよね、いやもうそれだったら、うん、もう思い切ってやれ、思い切って、うん、小さいことにこだわるな、うんうんうん、いや本当にね、だからもうなんていうの、ファンも応援してくれてるわけだから、そうですね、元気な姿を見せろ、元気な姿を、そう、泣いてる姿じゃなくてね、そうそうそう、もう笑顔でこう見ながら、お前あそこから前家路に作ったら大変な作業なんだから、ファンなんていや本当は遠い方はそうですね、遠い人は、うん、そうですよ、だからもう元気に帰ってもらうために、うんうん、まあ、一生でも多くした方がいいけども、はい、元気な姿を届けろ、そうですね、もうそのうちはお前あのチアガールかなんかも泣いちゃうぞ、お前もうみんなね、負けないとか言ってマスコットキャラクターも泣いてるからね、旗もかって振ってたら飛んでいくぞお前どっかにちらほちらと、そうですね、まあ、ね、思い切ってやって、思い切って、ね、ファンのためにも頑張ってください。